教皇アーレスのいる教皇の前へ向かうには、ゴールドセイントたちが守護する12の宮を突破しなくてはならない。残された時間を示す巨大な日時計の塔を横目に駆ける聖夜たち。第1の宮、白陵宮を守護するゴールドセイントは、かつて幾度か聖夜たちを助けたクロスの修復師ムーだった。そうか、白陽宮とは羊だから、ここを守護するゴールドセイントはアリエスのあなたということか。だけどムー、沙織さんが大変なことになったんだ。俺たちは12時間以内に教皇に会わなければならない。悪いが先を急がせてくれないか。待ちなさい、あなたたちのクロスは修復が必要です。ゴールドセイント、破損したクロスで勝てるような相手でもありません。この白陽宮にとどまり、万全の状態で戦いに臨みなさい。ここはムー様にクロスを修復してもらえよ、聖夜。わかった、すまないな、ムー。よろしく頼む。ムー、せっかくなのに申し訳ないが、アリエスの火が消えた。もう1時間以上経っている。このままでは。今終わりました。キキ、聖夜たちにクロス。はい、ムー様。おお、クロスが生命力にあふれている。まるでクロスの息吹が聞こえてくるようだ。これで備えは完璧だ。ありがとう、ムー。ムー、キキ、俺たちの戦いを見ていてくれ。気をつけなさい、ゴールドセイントは君たちが考えている以上に強大です。それはなぜか。それはコスモの神髄を極めているからです。コスモの神髄？究極のコスモの正体とは、人間の第六感を超えた第七感、セブンセンシズなのです。肝に銘じておくのですよ。セイントの優劣はクロスで決まるものではありません。すべてはコスモ、自己のコスモをより燃焼し爆発させたものが勝つのです。